文語国分寺は、大分県大分市にある、天台宗の寺院。三号は、伊尾山。本尊は、薬師如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された、国分寺のうち、文語国国分寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、創建当時の史跡である文語国分寺跡と文語、国部山寺についても解説する。寺伝によると、 天平十三年に、聖武天皇の直令により、石川民部坊が、藤原里子戦と共に掃除、天寺を建て、後に行期を回帰としたという。ただし、天平十三年は、天皇の発願の年であるため未完成の国が多く、天平十六年に諸国に特則がなされているほどで、あることから、自伝の天平十三年説は否定の向きが強い。俗日本記。 天平商法八年十二月20日上には、文語国を含む26カ国の国分寺に、勘定、旗などが歌詞されたと記載されており、出土瓦から見ても当時はその時にはほぼ、完成していたと推定されている。文語国風土器の大分郡上には、寺西を総寺二次と記載されているが、同書は、国分寺根流の御事のリーゼ天平十二年頃までに成立していたと推定される、ため、 この、宗寺は、文後国分寺を指すものではないと考えられている。河原の様式変化の調査等によると、宗建当初のランを中世まである。程度保持していた国分寺は、全64寺のうち14寺に過ぎないが、文後国分寺はその一つに数えられている。鎌倉時代の忍児元年、大友氏が、災害時の宗、認証を将来し、中高解散としたという、母蘇原、 ヤワタグ文書によると、文語国文寺は、a 六0年には、文語国一宮母祖原八ヤワタグの末字の一つとなっていたことが確認できる。さらに、現行2年及び、家境2年にも母祖原八ヤワタグの神宮行事の役を務めたことが記録されていることから、南北朝時代頃には、末字となっていたと考えられている。国文字の末字家は、 平安時代以降に広く見られる現象であるが、一宮の末寺となった例は、文語国分寺が唯一である。府内は、天正十四年、島津家久により、焼き打ちに遭い、その際に、文語国分寺も廃寺となったと伝えられる。ただし、発掘調査では、遺跡から焼き打ちの痕跡は発見されていない。江戸時代、遠方三年に、天台宗の僧、宴会により再興が始まり、 元禄7年に本堂が完成した。現在は、創建当初の近道の位置に、薬師堂、塔の位置に、観音堂が現存しており、天台宗に属して、伊王三国分寺と合する。薬師堂は、旧国分寺の近道後に、観音堂は、塔跡に重複している。発掘調査の結果、地域は、東西183メートル、南北300メートルと復元される。この中に、 中門、近道、高道、食堂が南北に並び、近道の南西に70棟が位置する、大観大寺形式のガランを有していた。現在、観音堂がある場所に、陶器団が、薬師堂がある場所に、近道跡が検出されている。塔は70棟で、移行から復元すると、基団の一辺が18メートル、建物は、初層の一辺が11メートル、高さは、 推定60メートル余りという巨大な塔であったと考えられ、全国に64字ある国分寺の中でも3本指に入るとも言われる。近藤跡の祖先は、薬師堂根流寺に移動されて、現一を近藤跡の北には、近道跡の土台が残り、その北にあった掘った手柱建物は、食堂と推定されている。行道跡と、食堂跡は、 木段が整備されており、約3.3ヘクタールが整備されて、文語国分寺や都市公園になっている。また、隣接地には、大分市歴史資料館が建設され、文語国分寺の70棟の復元模型や文語、国分寺からの出土品などが展示されている。天寺の所在は明らかではない。掃除の地域外、北西部の地域には4棟の掘った手柱建物跡があるが、ここからは、 に二次天朝級と書かれた時が発掘された。この遺構自体が国分二次そのものではないにしても、天朝9年に天寺が存在したことを証明する資料であるとして、大分市の文化財に指定されている。原国文寺が所有する文化財、国文寺関連文化財の一覧、所在地交通アクセス周辺文号国文寺跡に関するカテゴリ文語国部甘寺に関するカテゴリ ありがとうございます。